日本神奈川県横浜市旭区全部町全部町は、神奈川県横浜市旭区の町名。定番を持たない単独町名である、住居表示水施区域。浅区の南西部に位置し、北は、南希望が丘、東は、幸が、丘と柏町、西は、西役アクア東と、道区アクア南、南は、泉区新和市町、道区池の谷と、各々の接している。 町内の大部分が住宅地で、特に西部にある町銀がかつて分譲した住宅地は町銀団地と呼ばれ、完成な住宅街となっている。町銀団地地区は地道と希望が丘線を挟んで、向かいが制約なので、制約との関わりが深い。町内を主要地方道横浜市道かもいかみいいだ線、東海道新幹線が通過する。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、全部町42番12の地点で17万9千円、平方メートルとなっている。かつては、武蔵区に続き軍に属しており、西側の橋は旧相模国との国境となっている。江戸時代に、二股川村の商名として全部国という名が、すでに存在し、1961年11月1日に、二股川町、 小高町の一部より新設された。地名の由来となっている、全部とは、谷合いの狭い地形や両側から、山が迫っている、あるいは谷が行き止まりである地形を表したものでは、ないかと考えられている。2021年7月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。鉄道は、相鉄希望が丘駅や二股川駅、相鉄泉野線南牧ヶ原駅、緑園都市駅が最寄りとなる。バスは、相鉄バスが全部第一バス停、桃源大バス停から、 希望が丘駅行きのバスや二股川駅行きのバスが運行している。これらのバス停から、緑園都市駅行きのバスも運行しているが、1日、往復1本の運行のみと非常に少ない。鉄道は、相鉄希望が丘駅や三津坂駅、相鉄泉の線南牧ヶ原駅、緑園都市駅、弥生台駅、泉野駅の駅が最寄りとなる。また、バスで、戸塚駅にもアクセスできる。 バスは、相鉄バスが全部、第2バス停、全部第3バス停から、希望が丘駅行きのバスや二股川駅行きのバスが、神奈中バスが、隣の西役アクア東にある宮の越バス停、アクアバス停から、三坂駅行きのバスや戸塚駅、東口行きのバスが運行している。さらに、同じく、西役アクア南と、アクア西にまたがるアクア坂上バス停から、泉野駅行きのバスも、 利用可能である。町内に中規模以上の商業施設がないため、日常の買い物は、希望が丘駅周辺にあるライフやロピア、相鉄沿線各駅の近くにある相鉄ゼン、さらに、三つ坂駅周辺にある駅ビルの三つ坂井ライフや、イオンスタイル三つ坂井店などが、主に利用されている。町内の警察の管轄区域は、以下の通りである。ありがとうございます。